ニック・フィール・ヘフェルは、オランダカッペルアンデン、エーセル出身のサッカー選手。ブンデスリーガ SPVGG グロイターフィールと所属。ポジションは DF。スパルタ・ロッテルダムのユースで育成され、2009年5月10日、NEC との試合でプロデビュー。2010年7月、AG ・アルクマールへと移籍した。2012から13シーズンからは、チームの副キャプテンを務めた。 AG では4シーズンの代籍で公式戦158試合に出場し8得点を挙げた。2014年5月24日、アヤックス・アムステルダムと4年契約を結んだ。8月3日のヨハン・クライフス・ハール決勝 PEC、ズーレ戦でデビュー。8月10日、リーグデビューとなったクテッセ戦ではいきなりゴールを決めている。1年目は本職のセンターバックではなく、 サイドバックや守備的ミッドフィールダーでの出場が多かった。2015から16シーズンは序盤こそ出場機会を失ったものの後半戦以降は安定した出番を得た。2018年5月2日、アヤックスとの契約満了によりライバルにあたる PSV、アイント方編に加入した。2021年8月31日、 SPVGG グロイターフィルトと2年契約を結んだ。2012年8月15日、ベルギー代表との親善試合でオランダ代表デビュー。ありがとうございます。